あることがきっかけで、出会い系を使った女遊びにはまってしまったイッチ。次々と女性たちと出会うが、その中の一人はこの世のものではない恐ろしい存在だった。なお、ほんの少しだけアダルティーな展開もあるので、苦手な方はご注意いただきたい。サイトで知り合って遊んでたら疲れた。まだ解決してない。詳しく。スペック第2で20、成人式はひっそりとこなしてきた。出会い系に手を出したきっかけになったのは、高校時代から付き合ってた1個下の彼女が大学に入り遊び人化したこと。新歓の空気だかなんだか知らんけど浮気されて振られた。それが去年の4月。それまで彼女一筋、というかモテないからそうせざるを得なかった。だった俺は精神崩壊。4月半ばに振られたんだが、もうなんか何もする気が起きなかった。履修登録だけして授業全然行かずに家でずっと寝てたり、かと思えばわざわざ彼女のツイッターやらブログを漁って新彼氏とのプリクラを見て絶望したり、無気力なくせにどんどん自滅していった。ざまあ。1ヶ月もするとやっと立ち直ってきて、何だったんだあの、そんなわとか思うようになった。ただ、自分を改めて見直すと第一の時は彼女と遊んでばっかで何もしてないことに気づいた。入ったフットサルと映画のサークルは幽霊部員だし、単位も全然取れてない、友達もいない。頑張ったことといえばコンビニのバイトくらい。で、あれ？これ？積んでる？と気づいた。人に気を許すからそうなる。特に女は信用するな。自分のダメさ加減に気づいた俺は、これをきっかけに生まれ変わろうと思った。手始めにちょっと離れた駅にある某チェーンの喫茶店の面接に行った。理由は女の子が可愛かったから、それだけ。女の子たくさん不思議と思ってたが甘かった。無事受かって働けたが仕事を全然覚えられない。怒られるし女の子のドロドロ派閥みたいなのを目の前で見てしまって俺の目が、で言った。泥沼だな。バイト行きたくない。行きたくないよ。今日もアップした瞬間にボソッと陰口を言われるんだ。もうダメだ。自分なんかを好きになってくれる女の子なんかいないんだ。とか絶望してた。しかしそんな俺に一筋の希望が湧く。高校時代の友人 M が何気なく放った一言。出会い中マジ楽しいぞ。バイト先はダメ、ぼっちだから大学もダメ、となると俺に残された道はネットだけだったんや。気づいた俺は M の話にもうなりふり構わず食いつく。出会い中って何？具体的にはどうすんの？出会い系サイト使うの？今の出会い系なんて桜か援助しかいないぞ。普通の女の子がいる SNS 使えばいいんだよ。ミクシーとか？ Facebook とか？いや別にそれでもいいけど、お前出会い中してるのラリア友に知られてもいいのか？いやでござる絶対にいやでござる。大体そういうのは女の子の方もリア友用に使ってるから食いつき悪いぞ。もったいぶらずに早く教えろ。モバとかグリとか、アメバとかネオとか探せばいくらでもあんだろ。なるほど。そういえば俺モバは登録してたわ。そう、招待アイテム目当てのドキュンに誘われて中学時代の俺は登録していたのである。家に帰ってワクワクしながら携帯でログインする。画面に中肉臭いプロフィールとアバターが表示された。ドクロのジャケット、ボーダーシャツ、ダメージジーンズ。夜の湖をバックに、初期顔初期髪型の俺の分身が画面で微笑んでいた。名前も十字架、丸々、十字架ってなってる。思わぬところで古傷をえぐられて早速心が折れかけたが、この先に女の子が待ってると思えば頑張れた。ここから試行錯誤の日々がしばらく続く。導入部分なんて、ぬほどどうでもいいのになんでこんなに長ったらしく書いてんの。ね、いざ書くと全然ダメだ。導入部分はしょるわ。とにかく顔を乗せてメールを送ることが一番効率いいと気づいてからはトントン拍子で出会えた。地域で絞ったり、イケメンのやつの足跡から可愛い子選んでメール送りつけたり、とにかくできることは全部やった。美味しい思いはたくさんしたけど、やっぱりネットで釣れるような子にろくな子はいない。顔と性格や見加減はトレードオフの関係にあった。やりとりが楽しい子、性格がいい子はやっぱり地味だったり太ってたりしたし、顔が可愛い子は家庭環境が悪かったり、うつ気味だったり引きこもりだったりした。初めて、リスト、と後を見た時は泣いた。疲れたってのは霊的なもの？それともただのストーカー？後者だったらもう読まないからこれだけ教えてください。時間がもったいない。前者です。自分でも半信半疑なんだけど。面食いなので多少病んでても顔が可愛い子を狙い、3人をキープ状態にすることに成功した。って言ってもしたい時にするってわけじゃなくて、時間構わずメールが何通も来たりスカイプ来たりウィルコムなったりして慰めつつ家に行ってみたいな。ウィルコムは手のひらサイズくらいの携帯電話だ。通話料が格安だったため、カップル同士で契約するなどして当時流行していた。なんだリア充か。
書くの難しいんで淡々と行きます。そんな日々を3ヶ月ほど続けたんだけど、ある時一人に携帯を見られた。その子の家に慰めに行って、睡眠。普段はロックかけてるんだけど、メール開いたまま寝ちゃってた。もちろん残りの二人からのメールも着信履歴もびっしり。喉に違和感感じて起きたら首絞められてた。その子は引きこもりがちですごく細い子だったから難なく手を外せたけど、喉仏を変に抑えられててむせた。髪の毛バサバサでよく見えないけど目真っ赤、唇キクキク震えててもう頭真っ白になった。ちょっと待って携帯どこへ見られた越冬しようなんて慰めおい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 みたいな全然頭が働かなかった。ちなみに携帯は壁に叩きつけられて接続部分が壊れてた。謝りながら携帯拾って、謝りながら服着て、謝りながらその子の部屋を出た。カミソリか包丁持ってくるんじゃないかとヒヤヒヤしたけど、その子はしゃがんだまま動かなかった。接続部分っていうのはガラケーのボタンとモニター繋いでる場所ね。で、家出てから駅まで走った。電車に乗って自分の最寄り駅に着いてやっと安堵した。メールも電話もたくさん来るんじゃないかと思ってたら、それもなし。一応謝罪メールは送ったけど、それに対する返事はなし。電話しようかどうか迷ったけど、まあメールの返事ないし大丈夫だろと思ってしなかった。意外にあっけないな、あいつメンヘラだし俺の代わりがいたのかな、とか思ってた。クズですねごめんなさい。思わぬトラブルにより命を狙われた一致だが、ひとまず難を逃れることができた。パッと見、一見落着に思えるが、当然それだけでこのスレが終わるわけはなかった。写メ送って会えるとかイケメンなんだな。ライトで光飛ばしたりすれば誰でもあら不思議。関西か。部落で呪術系の一族の末裔のにでも当たったのかな。関西ってなんで？目が覚めて首絞められてるって気づいた時は血の気が引いてもう出会い中なんてしませんごめんなさい神様許してくださいとか思ったんだけど、2週間もしたらもうそんなこと忘れてた。その日は二人目の女の子とドライブで県の外れにある山に夜景見に行って、その帰り際、駐車場に止めてイチャイチャしてた。あんまり夜遅くなるとパトカーが見回りに来るから22時とかそこらへん。山の中腹にある駐車場で、展望台までは少し歩くし平日夜だったから車もまばら。確かに怖いっちゃ怖い場所だけど、少しだけどそこからも夜景も見れるし目の前の女の子にしか意識はいかなかった。その子はいわゆる見える子らしいんだけど、見える人とリアルで知り合ったのは初めてで、怖い話とかでたまに聞くけどネタとしか思ってなかった。ホテル入る前にここは嫌だめとか言うんだけど、はいじゃあ別の場所にしましょうねくらいの意識。後部座席に並んで座ってイチャイチャしてたら女の子がフロントガラスの先をずっと見てるわけ。で、なんかうつむいたの。あれ？聞いてる聞いてる。とか思ってたんだけど違うみたいで、いきなり汗かいてんの。確か9月半ば。昼は日差しがあって暑かったけど、標高少しあったし夜だしその時は涼しいくらいだった。で、女の子がうつむいたままぼそっと。犬がいる。って言った。目悪いし暗くてよく見えないけど、いるとしたら野犬かなって思った。どこどこ？って聞くと橋の方に止まってる銀の車の陰に大きめな犬がいると。目を凝らすと確かに駐車場の角に銀色の大きい車が止まってて、そこだけ街灯で照らされてる。でも犬なんて見えない。一瞬だけゾッとした。ただまあ車の中にいるし、大丈夫、いざとなったら車だしすぐ逃げれるじゃんつってもみもみ。ただ気になった俺はチラチラと銀の車を確認してた。女の子は相変わらずうつむいたまま。しばらくしてもまだ汗かいてるから、見てみーほら何もいないって言ったら女の子が顔上げてそっち見た。でちょっと固まった後、またうつむいてボソボソなんか言ってる。大げさ。何この、そ演技って思いながら何言ってるか聞いてみたら。早く車出して早く早くこっち来てるから。って言ってた。さすがにゾッとして即エンジンかけて出発。何が来てるのかよくわからなかったけど、マジで？お連呼しながら山を降りた。しばらくずっとうつむいて黙ってたけど、山降りてからしばらく走ったらやっと落ち着いたみたいだった。俺もテンパって疲れたからブックオフの駐車場に止めて何が来てたのか聞いてみた。そしたら、最初は痩せた大きい犬だと思ってたんだけど、四つん這いになってた人だった。っていうの。なんで人だと思ったの？犬だったんじゃないの？って聞いたら、最初は体の後ろ半分が車に隠れててわからなかったけど俺に声かけられてもう一度見た時は全身が出てきてて、後ろ足に女物の靴を履いてたからって答えた。その状態でゆっくりゆっくりこっちに近づいてきてたんだと。女の子のテンパり用と非日常な雰囲気に、ヌーベイを全巻読破して鍛えられた俺ももう泣きそうだった。しかも話してたら、多分ついてきてるから、もう少し車走らせて。っていうの。バカじゃないの。というわけで半泣きで有料道路に乗ってダッシュで帰りました。
途中で女の子の家によってワンチャンあるかなとか思ったけど、ワンチャンどころか。もう会わない方が絶対にいい。って言われて残機一つ減った。家に帰ってすぐは本当に怖くて、布団かぶって BB2C と一緒に一晩中過ごした。その犬みたいな人間が俺の家まで来る想像とかしちゃってガクブル状態。シャレコアの話はたくさん読んだけど、いざ自分が体験すると恐怖感が段違いで。当たり前だけど。BB2C、2チャンネル閲覧用の専用ブラウザだ。こんなことが起きたら、何か気を紛らわしていないと辛いだろう。ただ2週間もすると恐怖も和らいで俺はその話を友達にしまくった。結構反応が良くてうは、鉄板ネタゲット、とか思ってた。学習しねえ。でもそこら辺から体調崩した。風邪の症状がだらだら続く感じ。病院行って抗生剤と解熱剤もらって飲んでも効き悪い。その頃になるともう喫茶店バイトもだいぶ慣れてたんだけど、相変わらず職場の雰囲気はあんまり良くなくて、具合悪くても代わってくれる人とかいなくて熱で、二層になりながら働いてた。だるい。仕事に身が入らない。怒られる。だるい。のループに突入してた。家に帰ったら震えながらベッドに転がり込んだ。熱でだるくて眠たくてすぐに寝れたんだけど、その日の夢が神社のそばの林でひたすら何かを探して穴を掘るっていうの。スコップでたくさん穴を掘るんだけど、何も見つからない。ずっと掘っては埋めを繰り返してると、少し懐かしい、首を絞めてきたあの子が立ってるので、地面を指さしてる。そこを掘っていくと、かなり小さめのおみこしが出てきた。見つけたって思ったら次の瞬間そのおみこしから黒い手が伸びてきて首絞められた。で、理由はわからないんだけど、見つけたんじゃなくて、見つかってしまったんだって理解した。胸が急に痛くなって張って気づいたら自分の部屋のベッドで寝てる自分。でもまだ胸が痛くて、何か飲まなきゃって思って体を起こしたら夢に出てきた子が部屋の中にいた。四つん這いで、ボサボサの黒髪で、どこかで見覚えのあるボロボロのキャミソールと黒いパンプスで、ありえないんだけど、もう本当にいた。実在したとしか思えなかった。ふうふう息してるし、その息遣いで髪の毛揺れてたし。不思議なのがうつむいてるから顔は見れなくて頭頂部がこっちを向いてるんだけど、頭頂部から視線を感じたの。俺はその子のつむじを見てたんだけど、目が合ってた。いや何言ってるかわけわかんないだろうけど、俺も混乱してた。あと、普通人って四つん這いになると足の方が長くて前かがみになると思うんだけど、足の関節が逆に曲がってて、犬っていうより虫って感じだった。最初はなんで部屋の中なのに靴履いてんだこいつ。ってムッとしたんだけど、それよりこいついつの間に俺の家来たの？って会え教えてないよね？ってもう混乱しきり。それどころの話じゃないし。女の子の住んでる地域はどの辺？言ってもいいかな、千葉。でも出身は関西だって言ってた。何も考えられなくて、目をつむって寝たふりをして、いっそもう眠ってしまいたいと思った。そしたら布ずれの音がして、ベッドがギシギシした。目を閉じてても、俺のすぐ上にいるって圧迫感でわかった。多分、今目を開ければ顔が見れるんだろうなって思ったけどそんな勇気なかった。ただなんか俺が怖がってるのを見て笑ってる。楽しんでる。のが伝わってきた。ふひひひ。みこしを見つけて見つかってしまったってのも、つむじ見てるのに目があったってのも、笑ってる楽しんでるってことが分かったのも全部感覚だからうまく説明できない。直接伝わってくる感じ。もう頭真っ白でずっと耐えてた。しばらくしたら胸を噛まれた。甘噛みじゃなくて痛かった。絶対血出たなって思った。それでその子はベッドから降りた。ここから薄目を開けて見てたんだけど、虫みたいな四つん這いのまま壁をシャカシャカ登って天井の角に潜ってった。すぐに服脱いで見てみたけど、歯型は残ってなかった。夢なんだろうけど、それでもすごくリアルだったけど。それから一週間に一回くらい同じことが続いた。穴を掘る夢から、胸を噛まれるとこまでずっと繰り返し。夢の続きを見る感じ。既視感があるんだけど、物語に沿って体が動く。やつれた。生まれて初めてクマができた。聞いていると、なんだか筆者の頭まで混乱してくる。夢か現実か区別のつかないような、不気味な日々。一致は幻覚を見ているのだろうか？それとも。ああもう文がめちゃくちゃだ。なんかありえないことの連続なんだよね。夢なのかそうじゃないかもわからないし、天井の角に潜ってったのも、え？って感じだけどそうとしか言えない。その子のアドレスは消してたんだけど、とあるバンドの名前をそのままメアドにしてたから思い出して送ってみたけどデイモンさんから返事が返ってきた。ウィルコムは呼び出せても繋がらない。メールが宛先に届いていない時、メイラーデイモンというアドレスからエラーメッセージが届く。そのためデイモンさんというスラングになった。初めて夢を見たのが10月とかで、クリスマス前くらいまで同じことが繰り返された。
出会い中してたことがきっかけだから、後ろめたくてなかなか言えなかったんだけど、ちょっとぼかして母親に心霊現象が最近起こっててって相談した。ちなみに熱は下がったんだけど、10月から今もまだずっと咳が出てる。今度レントゲン取ることになった。胸に異常があることを夢に出てきてまで教えてくれてるんじゃないか？いい子じゃないか。寺や神社には行かないの？似たようなものには行きました。今からそれについて書きます。少し話がそれちゃうんだけど、なんで母親に相談したかっていうと母方のおじが少し前にそっち系の話に巻き込まれたから。おじは既婚なんだけど、不倫一歩手前まで行ってたらしい。で、その不倫の相手が新興宗教の熱心な信者、詳しくは知らんけど、でおじさんへのラブレター代わりに写経した何かを渡したらしい。リア充ざまあねえな。釣りだとしたら面白いけど。伝聞だかららしいが多くなるのは勘弁。その頃からおじさんの妻が体調崩すプラス情緒不安定になる。それは家に頻繁に愚痴のような怒りのような電話がかかってきてたから知ってた。加えておじの様子がおかしいぞってことで母方親族がおじさんにプレッシャーかけて吐かせた。宗教絡みの話って言うんで、母方祖父の知り合いで、まともな宗派で力のある人に相談することに。その人は名前さえわかれば見れるらしく、関係者各位の名前を伝えたところ、事前情報何もなしに、おじが何か、多分写経のこと、をもらったと思うが、それが一番の原因。供養しなさい。相手の人は未亡人ではないか。ってことを言い当てたらしい。マジかよ。で、なんで未亡人ってことがわかったかっていうと、おじの横に花束を持ってすごい形相で睨んでる男がいるんだと。話を聞けば、おじの不倫相手は実際に未亡人。おじは一緒に墓参りに行ったりして仲を深めたらしい。睨んでる男は未亡人の元夫、突き返すためにおじが備えた花を束ねて持っているらしい。もう墓前での謝罪などはいらないから、関わらない方が身のためだと。さらにおじの妻だが、もらった何かのせいで子供が3人ほどくっついてると。言われてみると確かに、唐突に電話口で同様、カゴメカゴメとか、赤トンボとか、を歌ってたりした。俺はマジで頭おかしくなって幼児対抗したもんだと思ってたけど、そっちも供養しなきゃいけないと。おじは未亡人に丁重に詫びを入れて縁を切り、夫婦でやり直すことにして、二人でお払いを受けたらしい。そんな話もあって、じゃあ俺も見てもらおうと思ったわけです。それはすごい。この人なら一致の件もなんとかしてくれそうである。序盤の方で、まだ解決してないと言っていたような気がするが。お前、まさかこれ。最後まで読んだらその女がこっち来るパターンじゃねえだろうな。まさかね。思ったよりも書くの時間かかるな。ごめす。19時から喫茶店で罵倒されないと。で、手短に書くと俺は、異性とのもつれが原因で液量が3つついてる。それは時間が解決してくれる。色恋沙汰で液量が出るのは仕方のないこと。もう一つついてるのが厄介で、生きようと何か生き物じゃないものがくっついて一つになってる。直接見ないとわからないけど、もしかしたら神様かも。四つ足。絶望的なのが、お祓いとか、お参りでお願いしてもいいけど、怒るだろうからあんまりお勧めしないよ。一度につき、そうってわけじゃないから、しばらくは苦しいと思うけど、飽きるまで我慢してみて。俺、役。何もできませんおわた。なんてこった。これほどの恐怖に、耐えるしかないとは。一体いつまで続くのだろうか。その後気休めだけど、って言って電話口でほにゃほにゃ呪文みたいなの言ってた。で、最後に気に病みすぎも毒だよ。何かあったら直接会って相談してくれ。って言われた。これが先々週の話、それからしばらくは夢を見てなかった。だけど今日昼寝してたらまた見ちゃったから立てた。ぶっちゃけもう慣れてきたけどね。最初に比べれば恐怖感は減った。ただ気になるのがどんどん服装がボロボロになっていくんだよね。着てたキャミソールとか今はもうズタズタ。冷静に観察できてる俺もおかしいな。精神病なのかもな。グダグダだけど今書けるのはこれだけ。話聞いたら来るかどうかは聞いてないからわからない。でも皆のとこに少しでも行ってくれたら正直助かる。おつ、面白かった。後半も詳しく書いてほしかった。供養するにはこの話を最後まで誰かに。このスレッドはここで終了した。遊びもほどほどに、真剣交際目的でサイトを利用していれば、こんな目に遭わなかったかもしれない。今は一致が健やかに過ごせていることを祈るばかりだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。マッチングアプリ等を利用した時に、心霊現象とマッチしたことはありますか？もしそんな経験のある方がいましたら、コメントに書いてください。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。